こんにちは。今日もおやつを食べつつ、お茶を飲みつつ、刺し子をしながらのんびりおしゃべり動画を撮っていきたいと思います。と今刺しているのは、前回から引き続きなんですけれども、オリンパスさんのマーガレットの刺し子布巾、これですね、マーガレットの刺し子布巾を使ってちょっとアレンジしながら刺し進めていっているところです。で、上の部分とね、下の部分はそのままマーガレットで刺しているんですけれども、この真ん中のあたりを違う模様にしようかなと思って、でちょっと前までね、ここの柿の花を刺していたんですけれども、今はこの左のところ、これがね、六文銭刺しって言うんですけれども、六文銭刺しを刺そうとしているところです。で、斜めのラインに入っているところなので、今日はこのまま斜めをね、どんどん刺しながらおしゃべり動画を撮っていこうと思います。となんかね、寒いんだよねちょっと暖房つけようかどうしようかなっていうところだけれど、まだ大丈夫かな。そう、撮影の時になんか緊張するからか、あ、そうだ、私ちょっと待って戻りました、すいませんちょっと早々に、いや、私さっきまでね、寒いからベスト着てたんですよね。で、撮影が始まるから、私撮影の時になるべく同じ服を着るようにしてるんですよね。気づかないかもしれないけど、必ずこのネイビーのカーディガンを着て撮影してるのねで、さっきまでちょっと違うグレーのカーディガンを着て、その上にベストを、毛糸のねベストを着ていたんですけれども、撮影おしゃべり動画撮るからと思って、グレーのカーディガンに着替えようと思って、着替えた時にベストを脱いで、そのグレーのカーディガン脱いで、今このネイビーのねカーディガンを着た後、ベスト着るの忘れてたの。それでちょっと寒いなと思ったみたいで、はって気づいたから、今ちょっとねベストを取りに行ってきたんですけど寒いよね。そう、皆さん寒いけれども大丈夫ですか、体調とか。なんかね、寒くなってくると体がこわばるからさ、ちょっとね、手先がちょっと動きづらかったりしますよね。こうね、手の運動とかしつつね、手芸も楽しんでいっていただけたらなというふうに思います。すいません、ちょっと出だし、なんか出鼻くじかれた感じですけど、出だし早々にちょっと止めて撮り直ししてもよかったかな。まあこのまま行きますそう、私はね、よくこのおしゃべり動画というのを撮影してるんですけれども、こんな感じで、まあ刺し子をねしつつ、ちょっとねたまに見せたりするんですけれども、まあほとんどはこうおしゃべりがメインになりますので、なんか皆さんもね、お好きな手芸したり、刺し子だったり刺繍だったり編み物だったり、まあ、はたまたね、いろいろ手芸はねジャンルがあるからね、タティングレースとかだったりするかもしれないし、パッチワークとかかもしれないしね、まあ何かね、皆さんも好きな手芸をしながらね、のんびり一緒に、まあラジオ感覚で作業 BGM みたいな感じで聞いていただけたらなというふうに思って、いつもおしゃべり動画は撮ってます一応ね、私のチャンネルの再生リストのところにおしゃべり動画っていうのはまとめていますので、まあ、何かね、他にもなんか聞きたい内容のものがあれば、それも聞いてもらえたら嬉しいです。一応どんな話をしてるかが分かるように、サムネって言って、動画を選択するときに出てくる、こういうなんていうか、表紙みたいなサムネイルね、そう、そこにどんな話をしてるかっていうのを書いているのと、あと動画のタイトルのところにも、まあ、何々の話みたいな感じで書いていますので、何かね、他の、まあ、過去の動画とかも合わせてご覧いただけたらなというふうには思いますそう、今はね、この六文銭刺しをね刺してるところなんだけど、2、3個前ぐらいのおしゃべり動画から六文銭刺しをしてるのかな。それでね、私六文銭刺しなのか六文銭刺しなのかがちょっとわからないっていう話をしてたかと思うんですけど、一応ね、持ってる本に六文銭刺しがね載ってる本が、私が持ってる本の中でね、いくつか載ってたので、
でもその本を見てもね、読み仮名が書いてないから分かんないですっていう話をしてたんですけれども、なんとねインスタにコメントいただいて、近藤ひろこ先生の本に六文銭雑誌って読み仮名が書いてありましたよって教えていただいて、そうちゃんとねこの本の私完全に見落としてたんですけれども、もしねこの同じ近藤ひろこ先生の嫁入り道具の花ふきん教室、この本持ってらっしゃる方いたらね、この本のね17ページのところにちゃんとね六文銭雑誌って漢字で書いてあって、そこに読み仮名もちゃんとついてましたのでこれからは自信を持って六文銭雑誌と言っていきます全然気づかなかったら、もうインスタで教え、もうありがとうございました、教えてくださってよかった、私見たんだけどなこれも完全に見落としていましたけれども、そう今回ねこの、寄せ模様風でどんどん刺しているところなんですけれども、なんかイメージはねこの近藤ひろこ先生の嫁入り道具の花ふきん教室、こっちはね花ふきん教室っていうもので、こっちが嫁入り道具の花ふきんっていうものですね。こっちがね1冊目でこっちが2冊目なんですけれども、1冊目は作品集みたいな感じの書籍なんですね。で多分これをが出版された後に多分読者の方とかから刺し方をもっと教えてほしいっていう要望があったんじゃないかなと思うんですけれども、それをこの1冊目を踏まえてこの2冊目が出版されていますね。花ふきん教室というふうに教室なので、なんかすごくね刺し方とかを丁寧に教えてくださってる書籍になります。で、この1冊目の嫁入り道具の花ふきんのこのねなんか3つの模様がこんな感じで寄せ模様っていうのかなになってて、この感じがねすごくいいなと思って、赤一色でいろんな模様を刺したいなっていうのがあったのね。それで今回、マーガレットの布巾をね刺しつつ寄せ模様にしてみようと思ったんですけれども、でね模様もすごく迷ってて、前のおしゃべり動画でも話してる内容にはなっちゃうんだけれども、このねマーガレットの元々ある線を活かしながら刺せたらいいなと思ってたので、ちょっとねこんな感じで、これなんて模様だったかな、ここはね角朝の葉っていう名前なんですけど、ちょっとね朝の葉のアレンジみたいな感じですよね。でね朝の葉みたいなのを刺しても可愛いかなとも思ったんですけれども、できればこの元々あるマーガレットの線を活用したいなと思ったので、一目刺しのものにして、で、あと一目刺しでも一目刺しの模様でマス目が奇数で作った方が綺麗な模様と偶数で作った方が綺麗な模様とが2種類分かれるんですけれども、こういうマーガレットとかね、模様の中心がマスになってるもの、こういう四角になってるもの、これもそうですね。柿の花も模様の中心が四角ですよね。これに対してこういう十字花刺し、十字花刺しとかだと模様の中心が線になるので、多分これはね偶数のマス目で作った方が作りやすいんじゃないかなとは思うんですけど、なのでなるべく一目刺しで奇数のマス目で作る模様にしたいなと思って、で残りの2つね何にしようかなって迷ってたんだけれども、この嫁入り道具の花ふきんのここがね六文銭刺しがちょうどこれだったし、でこれも奇数のマス目でできてるものだから、これにしようと思ってね今刺しているところです。なんかねめちゃくちゃ可愛い、初めて六文銭刺しを今回刺してるんですけれども、この間まででね縦と横と刺し終わって、そのねこの縦と横を刺したこの四角だけでも十分可愛いなと思ってて、こんな感じなんかコロコロしてるっていうか、表もね裏も同じ感じでこの四角で出ているんですけれども、可愛いよね。どう？四角のままで刺しても面白そうな感じだけれども、四角刺すのは簡単だったし、そこに斜めが入ってきているっていう感じなんですけど、この斜めがね入ってきてる感じでも結構可愛いかなって思ったりします。あと前回のおしゃべり動画で紹介したこの刺しこなみさんの本ね、ここにもね
あ、これね、毎日刺し子っていう刺し子並さんのこれは2冊目の書籍ですね。ここにもね、六文銭刺し載ってて、この中のページで言うとね、同じ本を持ってらっしゃる方いらっしゃったら27ページにね、六文銭刺し載ってます。あとね、こっちの刺し子並さんの1冊目の本かな、こっちにもね、これだと20ページ、こっち持ってる方だったらね、20ページ見ていただくと、そっちにも六文銭雑誌が載ってますので、よかったら見てみてください。そう、なんかね、六文銭雑誌見てたら可愛いなと思ってきて、なんか気に入った、よかったこれにしてみて。そう、よかったらね、皆さんも六文銭雑誌、ぜひ機会があれば刺してみてくださいね。今日のね、おやつを紹介しようかなと思っているんですけれども、今日のおやつはこれね、おなじみなんですけれども、おしゃべり動画でよく食べるんだけど、カルディのね、豆乳サンドビスケットです。カルディで買ってきたものなんですけれども、これね、実はね、新しい味が出てたから買ってきました。じゃーん豆乳サンドビスケットのクリスマスパックでキャラメルクリーム味です。これね、豆乳サンドビスケットはね、こんな感じで個包装になってますので、食べる時にも便利だし、ちょっとね、なんか職場の人に配ったりとかするのにも良さそうな感じです。そう、3種類ね、パッケージがあって、あとこれサンタさんの、可愛いですよねこれお気に入り。しかもね、今回キャラメルクリーム味だったんですけど、この個包装を開けた瞬間にね、なんかキャラメルのすごい甘い香りがね、ぶわーって広がる感じだったので、甘いのあんまり得意じゃない方はあれかも。結構甘めっていう感じですね。もう匂いが、香りがもう甘々な香りなので、コーヒーとかが合うかもしれない。うん、キャラメルのいい香りです。まあ、甘いと言いつつね、私は結局飲み物はいつもの無印良品のルイボスジンジャーチャイにしたけれども、そんなところかな。カルディに行ったらね、もうクリスマスのお菓子がいっぱい並んでましたね。ついこの間までね、ハロウィンのお菓子並んでたのにと思うんだけれども、季節のね、移り変わりが早いですよね。もう11月からそうか、もうクリスマスっていう感じなんですかね。ついついね、可愛いパッケージにちょっと見せられてはいましたけれども、ひとまずこの豆乳サンドビスケットのクリスマスパックだけを買いましたけどね。 あとね、よく無印良品の話もするんだけど、無印良品も好きだからね。無印良品のぬか床があるんですけれども、お見せした方がいいかな。ちょっと見せようと思って、まあ、前の動画で見せたことあるからね。でもこの動画から見た人いらっしゃったら分かんないかもしれないから、このね、無印良品の発酵ぬか床っていうのにハマってて、これ今人参がこの中に入ってるんだけど、夜ちょっと出そうかなと思うけど、戻ってきましたそう、ぬか床のね、話をよくおしゃべり動画でもしてるからさ、コメントで教えてもらったんですけれども、ぬか床にね、チーズ入れると美味しいよって教えてもらって、チーズ?と思ったんだけど、でね、どのチーズを入れたらいいか分かんなかったからね、ちょっとそれも教えてもらって、そしたらね、その方はベビーチーズとか 6P チーズ、こういう円形のあれとかいいですよっておすすめしていただいて、でスーパーに行ったらね、ベビーチーズいい感じのがあったので、4つ入りの、このぐらいの、このぐらいのちっちゃめのサイズ感のベビーチーズあったので、それをね、2個とりあえず試しにやってみたんですけれども、前日の夜につけて次の日の夜に食べました。なので24時間ぐらいつけたのかな。なんかチーズ、まあもともとね、チーズって塩辛いけれども、それになんかちょっとこう深みが増したような味っていうのかな、すごく美味しかったです。教えてもらってね、ありがとうございました。なんだろう、お酒とかに合いそう、おつまみっていうのかな、ワイン好きな方とか
このぬか漬けチーズ好きなんじゃないかなと思ったんだけど、あとねお豆腐もいいよって教えてもらって、お豆腐をぬか漬けにつけるらしいんですよね。ただ型崩れしちゃうから豆腐がなんかガーゼとかに包んで入れたらいいらしいんですけれども、ちょっと今手元にねガーゼがないから、あと豆腐も、あそう豆腐やってみたいなと思いながらもうガーゼ買わなきゃなと思ってるので、ちょっとまだチャレンジできてないんですけれども、またねそれもちょっと挑戦してみたいなと思ってますけどね。冬だからね、なんかぬか漬け生活になんかちょうど良さそうなイメージなんですけれども、そうもしね皆さんも他にも、まあ、無印良品のぬか漬けだけじゃなくてね、ご自身の、まあ、代々受け継いでる自家製のぬか漬けとかあればね、このぬか漬け生活こういうのもおすすめだよみたいなのがあったらね、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。ちょっとね暗くなってきたので電気をつけたんですけれども、今ね斜めを、まあ、指しているところなんだけど、ちょっと迷ったことがあって、このねマーガレットの付近ね、なんかここの外枠とこの中の模様との間にね微妙な隙間があって、その、ままあ、このマーガレットのねここ指してる時もこれどうしようかなと思ったんだけど、要は ここってさ本当はこのお花のここの右側の部分じゃないですか。だから本当はここに横線が入るはずなんだけど、それがなくって、なんていうのかな、だからここの六文線差しでアレンジしてるけど、この斜めの線をこの外枠ギリギリまで伸ばすかどうか迷って、ちょっとねそれをどうしようかなって迷ってる間に部屋がだんだん暗くなってきたので電気つけたんだけど、そう、まあ、一応ねこの斜めのラインをこうバーッと伸ばした時と外枠線とかぶつかるところから糸を出して、まあこの外枠ギリギリまで模様を出すっていう方法でやっていこうかなとは思って、ひとまずこうしてみました。まあねこの隙間そんなに気にならないという方は途中からこう、まあ、例えばここは刺さずにここのところから刺してもねいいのかもしれないけれども、ちょっと私は外枠ギリギリまでつけたいなと思ったので、模様をちょっとねそれでやってみています。で、あそうそう時間足りるかな、私おしゃべり動画はねだいたいこうなんかテーマっていうかこういう話をしようみたいなのをだいたい決めていつも撮影するんですけれども、でもねなんか結局そのテーマに入る前の雑談っていうかなんか前置きの話がいつも長くなっちゃうんだよな、どうしても。そうなんかあんまりテーマ決めずにゆるっと話してもいいのかなと思ったりもするんだけれども、まあちょっとねひとまず今日話そうと思ってたことがあるから話しますね。ねインスタか YouTube かどっちでもらったコメントだったかちょっと忘れちゃったんだけど、なんかね質問をいただいて、その方もね手芸を昔からしてらっしゃる方みたいで、まあ、手芸を好きな方ってさ結構手芸歴が長い方が多いかなとも思うんですけれども、私もねもう学生の時からずっと手芸好きだから、まあ、手芸歴は長いんだけれども、そうなってくるとさやっぱ手芸歴が長ければ長いほどこの悩みがあるかなと思うんですけど、あまあそのなんていう質問来たかっていうとね、その昔好きだったテイストの手芸品、まあ好みだったものね、手芸品を昔好きだったテイストの手芸アイテムとかどうしてますかっていう質問をいただいたんですよね。で私もねやっぱりその学生の時にさ作ってた小物のジャンル、なんかそのテイスト雰囲気っていうのかな、結構ねカラフルなものだったりとかパステルカラーとかなんかピンクとか水色みたいなので結構それでレースつけたりとか、なんか結構デコラティブな感じっていうのかな、まあ、若い時だったからねそんな感じで使ってたアイテムとか、やっぱり今はねあんまりこう好みじゃなくなってるから使わないんですよねそういうのって。でそれどうしてますかっていう質問いただいたからね、あこの話面白いなと思っていつかおしゃべり動画で話そうと思ってたんですけれども、結構やっぱ手芸歴長い人だとねその問題があるかなと思うんですけど、皆さんはどうなさってますか、
あまり好み変わったりしないのかな、どうだろう。私は結構ね好みが変わってきていて、まあ、あと手芸のねジャンルっていうかさ、まあ、あの今は刺し子と刺繍が好きだけれども、一時期編み物が好きだった時とかね、編み物の道具揃えたりとかもあったけど、なんかそんな感じでね、好みじゃなくなったものどうしてますかっていうご質問だったから、で、私はね、あのフリマアプリを結構使って、あのもう手放しました、あの売りました。でもう明らかに使わないだろうなっていうテイストのもの、だからまあさっき話したみたいになんかピンクとか水色系の、それこそもうすごいフリフリな感じのレースとか、あとボンボンテープとかかな、ボンテンっていうかな、ボンボンテープみたいなのとか、あのねカーリーコレクション、カーリーコレクションだったかな名前、ああいう感じの雰囲気が好きだったんですよね若い時は。けど今はねもうどっちかっていうとこうシックなというかシンプルな方が好きだったりもするから、まあもう絶対ピンクのねレースとか使わないだろうなと思ったんで手放したり、あと布とかもね、そういうなんかうさぎさんの模様の布とか、なんか水玉模様とかピンクの水玉とかね、そういうのとかも結構ねフリマアプリで売って手放したんですよね。なんか私ね一時期その断捨離とか片付けの本をめっちゃ読んでる時期があったんで、その手放すことが楽しいみたいな、なんか手放すことで新しい服が入ってくる、あの幸福の服ね手放して服が入ってくるっていうのを、なんかね結構そういう断捨離系のさ、山下秀子さんとかだったりとか、あとこんまり先生ね、近藤麻理恵先生とか、あとまあいろんなそういう片付け系の本とかにもねよく載ってたりするから、まあ、それでね結構手放したんですけれども、そうだしね手放すし、私結構フリマアプリでまた買ったりもしますね。なんかその昔好きだったテイストのものとかを手放して、まあ、私ねアクセサリー作りにハマってた時もあったので、そのアクセサリー作る時のなんかパーツとかも手放したんだけれども、そういうのの売上金で新しいなんか今好みのもの、例えばね本とか時々買ったりしますね。なんか刺し子の本も、あの今発売されてるものは本屋さんで買えるけど、あのもう絶版になったような古い本とかですよね、ああいうのをねフリマアプリで探して買ったりとかもするんですけれども、そうフリマアプリもねハマると楽しいですよね。最近ちょっと私はお休み中だけれども、うん、また部屋の片付けとかしたら、年末に向けてね部屋の片付けしたらまた使ってないそういう手芸アイテムとか出てくるかなと思ったりもするんですけれども、あとはねなるべく買わないようにしようとは気をつけてまいるもののついつい買ってしまうからね。そう私ちょっとね秋っぽいところがあるからね、そうちょっとさっき話したかな、タティングレースも一時期ちょっとやりたいなと思った時があったんで、道具をね結構揃えたんですよね。タティングレースやってる方じゃないと伝わらないかな、あのねピコットゲージっていうのがあるんですよね。ピコットゲージ、なんかねその編む時にちょっとこう模様を出すために使うゲージっていうのがあって、なんかね1ミリ2ミリ3ミリとかあるんですよ。その、まあ、定規みたいな感じかな、まあまあそれがあって、その道具も持ってるんだけれども、クロバーさんから発売されてるピコットゲージっていう商品があって、そしたらねここ最近そのピコットゲージのなんか改訂版みたいな、ちょっと新しいより使いやすくなったピコットゲージが発売されてて、だからそういうことってあるよなと思って、なんか結局その前の古い旧式のピコットゲージ結局あんまり使いこなせないままだったのに新しいの出ちゃってるから、なんかねあの時買わずにもう一回やりたいと思った時にちゃんと買えばよかったかなと思ったりとかもするんだけど、まあ旧式のものでもね使えなくはないかなとは思うんだけど、まあ、そんな感じですね
ね、皆さんもこうどうなさってるかなと思って、古いその好みだったものとか、そうでもね、使わないままずっと取ってるとね、やっぱちょっとねこうシミが出たりとかさするじゃないですか、レースとかも。あれ、なんか日焼けしないようには注意してたのに、なんかシミになってるとかねあるから、そういうの気をつけないといけないですよね。やっぱちょっとちゃんと見直した方がいいかな。レースもね、大量に入ってるカンカンが2つぐらいあるんですけれども、ずっと開けてないからな、ちょっと危ないかもしれない。一回開けて除湿剤っていうか乾燥剤入れた方がいいかなと思ったりしてきましたけれども、もし皆さんよかったら、その昔好きだったテイストのものをどうしてるかみたいな、何かありましたらね、コメントで教えていただけたらなと。あと何かこういう自分が好きだったテイスト、こういう移り変わりでしたみたいな、皆さんの好きなテイストの歴史があればね、それもぜひ教えてください。ちょっと長くなっちゃったかな、大丈夫だったかな、なんか後で編集してこううまいことカットしたりしようかな。そう、それとね、あの長らく時間がかかってるんですけれども、ようやくね、あのセリアのサシコ付近さ、新柄出たよって言ってからね、なかなか仕立てられなくって、ようやくね5枚仕立てて、あ、まだねミシンで塗っただけで、このコの字とじができてないので、これからコの字とじをして順番に1個ずつ動画ね作っていけたらなと思ってますので、もうちょっと時間かかりそうなんだけれども頑張ります。またねそれも動画見ていただけたらなと思うんですけど、一応ね5枚どんな色で刺そうかなっていうのを決めたりとかしてたのでね、まあ、ちょっとね、ペースを上げつつ頑張っていこうかなと思います。あの最後までねご覧いただきどうもありがとうございました。もしよかったらこの動画よかったよと思っていただけましたら、動画を閉じる前にグッドボタン、いいねボタン押していただけますと動画作成の励みになりますので、グッドボタンで応援もどうぞよろしくお願いします。またご意見ご感想なども気軽にコメントください。いつも楽しく読ませてもらってます、ありがとうございます。それでは最後までご覧いただきどうもありがとうございました。